リオさんです。あれのトラップカメラですけど、去年の2023年8月で、撮影終わってましたね。ちょっと多分データいっぱいになっちゃったのかな。空打ちが結構後半多かったですね。日が照ってやっぱ一月に1回交換したいけどね、忘れないようにしたい。後半見てみましたけど、だいぶ穴熊が来なくなってて、夏になると私たちがこの離れで寝るようになるんですね。で、多分人の気配がして嫌だったのかなって感じでいなくなっちゃいましたね。まあ引き続きちょっとなんか聞けるかなって気になるので撮影しようと思います。でもアナグマの子供を撮りたかったな。いや、いるのは知ってるんだけどな。確実にいるんですよね。先日昼間に家の周りで子アナグマが歩いてるの見かけたのでどっかで繁殖したんだけど、うちでは子供産まなかったんだなって感じですね。このアナですね。でもなんか最近あんま使ってなさそうだな。草もいっぱい生えてるし。また撮影を始めます。なんか映るといいけど。